チャツモ国、公式名チャツモソマリア国は内戦状態にあるソマリア北部においてかつて独立を宣言をした地域。国際的には独立は認められず2013年の BBC の報道でもこの辺りは紛争地帯の位置づけであった。ソマリアの行政区分ではスール州、サナーグ州を合わせた地域にあたる。主要種族はハルティの種族でユルバハン定。 人口約100万人、面積約8万キロ平方メートル。ソマリアのスウール州、サナーグ州は1991年に独立宣言。下ソマリランドと1998年に独立宣言したプントランドの中間に位置する。SSC 地域の住民は、ハルティノ氏族、マジェルテーン、デュルバハンテ、ワルサンガリなどが主体。ソマリランドは、 ソマリ族の氏族イサックが建てた国であり、旧イギリス領ソマリランドの領域を領土と宣言している。SSC 地域も旧イギリス領ソマリランドに含まれる。それに対してプントランドは、ソマリ族の別の氏族ハルティの取り分けマジェルテインの居住地域を主体とした国である。つまり、スール州、サナーグ州は、経歴的にはソマリランドに近く、氏族的にはプントランドに近い。 そのためもあり、この地域はソマリランドに属しているか、プントランドに属しているかはっきりせず、ソマリランド、プントランドのいずれも強固には実効支配していない。そのためもあり、この地域にはこれまでいくつか独立宣言した地域がある。2007年には、バルサンガリ氏族が SSC 地域北部でバハンを首都としてマーヒル国の建国を宣言している。また、 2008年にはこの地域南部でデュルバハンテ氏族がラスアノドを首都としてノースランド国の独立を宣言している。このいずれもプントランドソマリランド紛争などの影響で間もなく消滅している。当初の首都タレーラスアノド関連地図チャツモ建国の構想は2007年から地元の政治家や住民の間で話し合われていた。ただしこのあたりは プントランドソマリランド紛争以降、ソマリランドに実効支配されていた。2012年1月に建国が宣言された。首都は、スール州のタレーであり、スール州の行政中心都市、ラスアノドの北東にあたる。タレーはかつて、サイドムハンマドアブドゥラーハッサンが、ダラーウィー四国の首都を置いた土地でもある。 ソマリア内には独立宣言している地域がいくつかあるが、いずれも普通は大統領は一人である。しかし、チャツモ国には建国当時、三人の大統領が建てられた。六ヶ月ごとに交代し、合計18ヶ月を統治する。2012年3月初めには、ソマリア暫定連邦政府の大統領が、チャツモ国が新生ソマリアに参加するのであれば歓迎するよう、 述べている。ところが3月末には、ソマリランドからの攻撃を受け、ソマリランドのメディアが報じたところによると、チャツモ軍は大きな損害を受けた。2012年8月には、チャツモからプントランドへの亡命者から、チャツモ国の実験は、極少数の人間に奪われたとする証言が寄せられている。2014年8月にはアメリカで博士号を取得し、 ソマリアの首相も務めたアリカリフ・ガライドが大統領就任を宣言。その際にジャツモの領土がプントランドに占領されており、まずは最大都市ラスアノドを取り戻したいと述べている。2017年10月20日にガライド大統領とソマリランドのアフメット・シランヨ大統領との間でジャツモ国がソマリランドに加わることで合意。ジャツモ国は消滅した。ありがとうございます。